探し。その時にアイスよくない。アイス良くないことがありそうなんじゃないですか。ジロじゃん。よし。相変わらずサクサクです。カスヤとは違うわ。なるほど。全然見えない。最近カスヤ行くんだよ、ね、俺。何しに行くんですか。食いに行ってる。食いに行ってる。カスヤの分だす食ったことないですけど、どうなんですか。安い。それなりだね。でもね、意外とね、ボリュームがね、いいんだよ。あそこ漬物がうまい。漬物、うん、毎回行くと100円オリンピック券くれる。最初から100円引き券になる。本当だよね。紙の濡れじゃないですか。そうだよね。紙そううめえな。そう、くっそ暑い日にさ、はい、あったかいお茶にしますか、冷たい水にしますかって言うよ。誰がこのくそ暑いのにあったかいお茶頼んで。いや、ありますね。マニュアルすぎだろ。逆にお前たちはどう思うよって。でも意外とババアとかお茶飲むんですよ。アレンジ効かせんの老人は、うん、若いやつに限ってあれだね。マニュアルだよ、1品しかねえのにご注文繰り返しますって言うよ。繰り返してんだよね。覚えろよ。家系ラーメンの定食すげえよ。全部覚えてるわ。すごいですね。油多め方、うん、悔しいけどうめえな。残念ながら、残念ながらうめえんだよ。おすすめババンス低いよ。クリスティンだよ。結構衣も自由じゃないですか。そうなんだよ。とんかつっていう食い物。このソースいいよ。うん、何よりも、うん、リンゴめっちゃ使ってますよ。リンゴあまり